皆さん、改めましておはようございます。エタイプアイ東京、2019の事務局長を務めております株式会社森沢の森沢です。今司会の方からも、ご挨拶ありましたけれども、本当に、多くのスポンサーの方々ご協賛いただきまして本当にありがとうございます。それと、参加者の皆様、大勢お集まりいただいてありがとうございます。想定していたよりも多くの皆様にお集まりいただきまして、被災者としまして本当に嬉しく思っております。それとあと会を運営していただいているボランティアスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。本日のキーノートスピーカーですけれども、今回の東京大会のテーマ、再発見というテーマを設定をさせていただいております。今回エタイプアイ東京のキーノートスピーカーにふさわしい方をお招きすることができて大変嬉しく思っております。本日キーノートをお願いしております菊武さんですけれども、都市のスケールで地域、場所や地域の持つ文化や特性、企業のメッセージを発信し社会と共有するスーパーグラフィック、タイポグラフィーをベースに都市や建築のスケールでさまざまなものを彩っておられる菊武さんをお招きしました。私も大変楽しみにしております。東京に、海外の皆さん東京にいらっしゃる間、もしかしたら菊武さんの作品に出会っているかもしれません。ぜひお話楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあ菊武さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんおはようございます。少しお疲れになってきたんじゃないでしょうか。この東京大会にさまざまな国から参加をされ、タイポグラフィーの可能性を論じられておられるエタイプアイ皆様の熱意に大変心を動かされました。またこのような素晴らしい東京大会に導いていただいたエタイプアイプレシデントのミスタージェリー・レオニダス、そしてエグゼクティブダイレクターのミス、タミリグス様に敬意を表したいと思います。そして、この東京大会を運営されておられますエタイプアイの皆様、そして森沢をはじめとする、事務局一人一人の皆様のお力があってこそこの大会が成り立っていることだと思い、改めて御礼を申し上げたいと思います。さて、先ほど森沢の、森沢武様からご案内がありましたけれども、私、この基調講演を依頼されましたときに、実は大変ちょっと悩みました。実は私、タイポグラフィーを専門とするデザイナーではございません。そこで今日何をお話ししようか悩んだんですけれども、私が長年携わっております、このスーパーグラフィックス、建築や空間に関わるデザインというところで、特にタイポグラフィーに力点を置いた仕事を皆様にご紹介しながら、タイプスケープスの可能性について考えてまいりたいと思います。これは1989年にパリの凱旋門を追った囲いなんですけれども、私これを見た時に大変驚いたわけなんですね。赤と白と青のフランス国旗をイメージさせるそういう囲いで覆われてたんですけれども、これはカトリーヌ・フェフさんという女性のデザイナーがパリ市にプレゼンテーションをして、これが実現されたと聞きました。皆さんちょっと想像してみてください。これがグレーの幕で覆われてたらどうでしょうか。このカラーで覆われた時に思わず何か写真を撮りたくなるような、そういう工事現場になってたんじゃないかなということに気づかされて、あ、私もこんな仕事がしてみたいなと思うようになりました。で、後日談といたしまして、これがこの工事が終わった後にこの、使われた幕を小さな小片に切り分けてポストカードにして販売されたそうです。
そしたらそれがあっという間に、売り切れて、その売り上げでこのデザイン料が支払われたというようなお話もお伺いしました。これは少し前の話になりますけれども、1984年のパリマドレーヌ寺院の、修復工事を行っている時の仮囲いです。ファサードをそのまま模写したものですけれども、ヨーロッパでは、工事現場であってもその工事中、町の景観を保全するためにこのように、なあのデザインが多く見ることができます。まあ、残念ながら現在はここに結構広告がついているケースが多いんですけども、こう80年代はすごくシンプルに外観を模写したものが多かったように記憶しております。これはベネチアのドゥカーレ宮殿なんですけれども、まあ一時的な仮の囲いだからできる面白いデザインなんですが、右半分ですね、ちょうどこちらの部分が仮囲いになっているんですけれども、壁がこう取っ払われて中庭がこう見えるような、そんなデザインになっていました。さらにこれはバンドーム広場で見つけたとってもモダンな仮囲いなんですけれども、たまたまスペイン人のダリさんの屋外展覧会をこの広場でやっておりまして、この工事現場なんですけれども、まるで街のその舞台装置のようにこう見ることができました。これは日本の銀座のエルメスが建てられている時の仮囲いなんですけど、朝この写真を撮りに行きましたら、カップルが工事現場の仮囲いをバックに写真を撮ってたんですね。私すごくこの光景にこう刺激を受けまして、こう普通の工事現場の仮囲いだったらこういうことは起こらないんだけれども、そこにデザインスーパーグラフィックスをすることによって人とその場所がこうつながるような、そういうこう実感を受けたわけです。そこで今日は私が取り組んでおります、まあ、スーパーグラフィックス、建築や空間や環境に関わるそういうデザインの中で、最初に工事現場の仮囲いのデザイン、後半に建築や環境に関わるデザインを少しご紹介をしながら皆さんと考えていきたいと思っております。でまず今お見せしたいくつかの写真の中で3つのことが考えられると思うんですけれども、工事現場を覆う仮囲いがビジュアルメッセージとして、そのビジュアルメッセージを発信するメディアになることができる、2つ目が一時的な仮のものであるからこそできるデザインの面白さがある、3つ目に人と場所をつなぐコミュニケーションデザインになるということが言えるんじゃないかなと思います。でこれが日本の仮囲いの非常に一般的な例でして、1990年以降非常に彩度の高い 500×3000 のユニットの仮囲いがその工事現場全体に組み立てられるのがこう一般的になっています。でこれとっても日本的なんですけれども、まあ、汚れが目立つ白というのは汚れているかきれいか一目瞭然わかります。で白をきれいなまま保つのはとっても大変なんですけども、みんながここをきれいにしようとした現れとしても捉えることができるんじゃないでしょうか。これはとても日本的な考え方だとは思いますけれども、こういった彩度の高い白色の仮囲いを生かしたデザインを考えることから私は始めました。これが騙し絵を題材にした囲いなんですけれども、本当に部分的にこことここしかデザインをしてないんですけれども、まあ、初め第一弾といたしまして、まあ、パースペクティブな文字とそれから陰影と、一部分ここミラーを貼ってるんですけども、その3つによってこう騙し絵的な空間、壁の奥に何かがあるような空間をデザイン考えました。で第2弾といたしまして、まあ、ここの部分だけを変えているんですけれども、
まあ、赤い玉を人と捉えまして、建築の模型を作りまして、写真を撮ってそれを合成してるんですね。で、実はこれコンピューターでは一切作ってなくて、まあ、合成するときにコンピューターは作りましたけれども、全部人の手で作っているものなんです。まあ、私古い人間なので、なんかコンピューターで作るよりもやっぱりその人のぬくもりみたいなのが入ったものがやっぱり人の心を打つんじゃないかなと思って、こういうようなビジュアルを考えました。まあ、特に凸の部分ですね、ここの部分に、まあ、コピーライティングを つけまして、まあ、凹凸によって余計その、空間を、まあ、強調するようなデザインを考えております。これですね、左側が模型を合成したもの、右側がコンピューターで作ったものです。お話ししたようにここの部分にミラーを貼って、人の流れだとか車の動きをここに映し出すようなビジュアルを考えました。次に、これはある、建築や機械工具などものづくりに必要なプロツールを扱う、まあ、総合商社なんですけれども、これがブランドマークとして非常に高い評価を受けたものです。グッドデザイン賞という日本の賞を受賞いたしました。まあ、グッドデザイン賞というのは単にデザインの美しさを競うのではなくて、暮らしの質を高めるデザインを身の回りのさまざまな分野から見出して広く伝えることを目的としたものです。本当に素晴らしいデザインだったので、これをそのまま使おうと考えました。ところがそれをそのまま使ってしまいますと、屋外広告物条例の中で、まあ規制をオーバーすることになってしまう。なのでクライアントに許可を得まして、ブランドマークをこう切ったり貼ったり斜めにしたりということで、なんとなくそのブランドイメージを作るようなことを考えていった例となります。次が私が勤めております首都大学東京の日野キャンパスというところで、新しく研究棟ができた時の工事現場の囲いとなります。私の勤めますシステムデザイン学部というのが、まあ、バリバリの工学部なものですから、何か青焼きという図面を使った表現が、まあ、できないかちょっと考えてみたんですね。青焼きって皆さんご存知の方いらっしゃいますか？あ、よかったもうすっかり知らないかと思いましたけれども、青焼きというものは、まあ、建築図面を手書きでトレースして作図して、青焼きという手法をして複製した、そういうものですね。で、これ私なんかすごくこうアナログ的な手法で、なんかとっても魅力的にこう感じるんですね。また同時に、なんか青焼きに描かれた図面がこう未来を物語るんじゃないかなというような、なんかポエティックなところにこう惹かれまして、こういった手法を使いました。まあ、それで5つの学科があるんですけれども、それぞれ の名前を建築図面のようにそれぞれ作り込んで、それを本当に青焼きに焼いて、でさらにこの工事現場のところに拡大して貼り付けているというような、そういう仮囲いです。まあ、ちょっと失礼しました。青焼きだけですとこう植物的な感じがするかなというふうな感じがいたしまして、まあ、キャンパスのこうサインを表示しているこう一部分のところにミラーをこうカッティングいたしまして、蝶々をこう貼り付けて、なんとなくこうチラ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 とこう動くような、そういう動的なこう表現も少し加えて入れてみました。もうこの建物も完成しております。で、こちらは丸の内にありますある建物の新築工事の
囲いなんですけれども、この丸の内っていうのは皇居と東京駅を挟んでいるあの地区でして、大手の銀行だとか大企業がのビルが立ち並ぶ、まあ、オフィス街となります。で、日本の金融や経済の中心地の一つでして、三菱グループ各社の本社が集中して建っているところでして、この建物もあの三菱グループの一つの建物です。で、そこでクライアントからあの言われた要望といたしまして、自分のところの建物の広告を一切する必要はないと、ただしその丸の内という地区に貢献するようなそういう関わりを作ってほしいというようなご要望がありました。まあ、それで丸の内というあの文字、これヘルベチカブラックを使ったんですけれども、まあ、キービジュアルとなるあのまあ大きなアルファベットをこうあの東西南北のこう四隅にこうつあの配置いたしまして、まずはこうそこでこうアイキャッチとしてそのデザインをあの分かってもらうと。で、近くを歩いていただきますと、そこの中にこちらに行くと皇居であるとか、こちらに行くと東京駅であるというようなサインが表示してあります。このような形であの表示をして、英語の表記もありますので、そこに来られた方がなんか分かりやすくあのその街を歩いていただけるような、そんな形システムを作りまして、まあ、あのサインにの表示によって企業が地域に貢献しようといくしようとする、まあ、姿勢を見せるような、そういうデザインとしてあの作りました。次にあの、まあ、ヨーロッパの工事現場の仮囲いというのは、あの映画だとか演劇だとか映画だオペラだとか展覧会など の, あのポスターを貼って文化祭事を市民に伝えるメディアとして使われているケースが多く見られるように感じております。そして同じポスターを無造作に何枚も貼っているケースが多くて、私とっても面白いなというふうにいつも感じておりました。これはあのベネチアに行った時の工事現場の写真を撮った時なんですけども、なんか無造作にしかもこうあの重ねて貼っている姿が、なんともあのこうアートのようにこう見えてきていたんですね。で、こんな手法をいつかやってみたいなというふうに思っておりました。で、これはあの2005年2006年が日本におけるドイツ年という年でして、あの文化や経済あるいは科学の各領域でさまざまなあのイベントがあの日本全国で催されておりました。その関連事業の一つとして、ドイツ、スイス、オーストリアの100枚のポスター展をあの屋外であの展示するという企画が持ち上がりまして、丸の内のとてもあの東京駅からすぐのところなんですけれども、その工事現場を使った展示会をあの企画、そしてこのような形で展示いたしました。で、実はこのポスターというのは、まあ、一つがこういう形でして、残念ながらちょっと横に展示ができなかったので、こう縦に並べて掲出しております。で、これがこうあの等間隔にいろんなポスターが展示でいろんなポスターを展示しているんですけども、まあ、これだけだと何とも面白くないなというふうに感じまして、こんな感じであの大変広大な地域でたくさんのポスターを展示させていただいたんですけれども、まあ、面白くないなと思いまして、そのポスターとポスターの間にこう情報を記載するあのそういうようなあのパートを設けました。例えば100というのをこうキーワードにいたしまして、これがあの2003年のドイツとオーストリアとあのスイスから選ばれたポスターであるということや、まあ、ちょっとここに QR コードを入れてないんですけれども、そこを覗いていただくとあの、全体のポスターをあの見れることができたり、あるいはドイツにおけるあの日本におけるドイツ年であるというようなことをあの記載した、そういう
ページを、設けたわけですね。もう一回見ていただくとこんな形で、ポスターとポスターの間にそういった情報を入れることで、すごくガチャガチャガチャっとしたうるさいような展示なんですけど、なかったらないで割とあっさりしてしてしまってつまらないので、こういうところにタイポグラフィーをたくさん使って、なんかこうにぎわいみたいなものを表現させていただきました。今回この講演をさせていただくときに、タイプスケープスというちょっと造語を作ってみたんですけれども、グラフィックの仕事がグラフィックの仕事の中にタイポグラフィーにフュージョンしたインテリアだとか建築だとか、あるいは環境に関わるそういう仕事、その可能性についてこれからさらにご覧をいただこうと思います。これはある工場の壁面や内外のスペースを使ったグラフィックなんですけれども、この工場というのが、コンビニ何かでサラダ等に使用されている透明のプラスチックを製造している工場なんですね。でその梱包容器をこうイメージさせるような、そういう幾何学模様をまずベースとして作りました。でそれを工場の内外あらゆる場所に展開をしていきました。ファサードであったり、あるいはその外構の壁であったり、またここが見学者通路になるんですけれども、そこにもこうすごく長くこう展開をしております。特にここが入り口や出口になるんですけれども、とっても長い廊下になりますので、このような形で ABC ということで位置が分かるような表示を赤で入れている。この赤はこの会社のロゴマークに使われているということで、グレーと白と赤をカラースキームとして作っていったわけです。特にここで素晴らしいのは私のデザインということよりも、建築家がこうとっても安い、ごめんなさい、使い方が悪くてごめんなさい、ここにですね、とっても安い、蛍光灯をこうばらついてこう配置してるんですが、それがですね、この床のところにこう映り込んで、またそれとグラフィックが一緒になって、すごくこう透明感があるで清潔感を演出することができたんではないだろうかなというふうに思います。これはあるこれからお見せいたしますけれども、ホームスイートホーム、温かい我が家ということをイメージして作ったものなんですけれども、ここは居住者がの平均年齢が20代前半から半ばの、単身用の集合住宅なんですね。なのでこの個別のスペースっていうのはものすごい狭いスペースなんです。それで建築家がぜひ何かこの共用のパブリックスペースを使って、すごくその建築を特徴づけるようなそういう演出をしてもらいたいというオーダーがありました。でいろいろ協議をする中で、ここが上下をつなぐ外階段の吹き抜けスペースになってるんですけども、そのこう壁面を使った演出デザインというのを考案したわけです。こんな感じで、ホームというその、タイポグラフィーを使っただけではなくて、色面があったり、あるいはドットであるとかストライプであるとか、少しこう若々しいこうグラフィックの表現をいろんな形にこう散りばめていきました。その中でもやはりこの
4つのタイプフェイスを使って表現した、まあ、あのホームというあのこうデザインが空間のデザインの核として、まあ、機能しているんじゃないかなというふうに考えております。でこちらはあの仙台の定禅寺通りというところなんですけれども、ここの通りは約700メーターにわたって欅並木がつなぐ仙台市を象徴する、道路となっております。でここは春の新緑、夏の生い茂った緑、秋の紅葉から、まあ、落葉へと都会の中で四季の移り変わりを見ることができるとても素敵なあの道路です。でここは、まあ、イベントが開催されたり多くの人でにぎわう場所となっています。でここの一つにごめんなさい、伊藤豊さんという日本でも大変あの著名な建築家が作りました仙台メディアテイクという建物が建っています。でここは図書館であるとかギャラリーであるとかスタジオのある仙台市の文化施設が建っているところです。でこのちょうど仙台メディアテイクの定禅寺通りを挟んだ対面のところに集合住宅とそれから商業の複合施設、この青い壁のところのデザインのご依頼を受けました。で実はこの建物のにブライダル関係の店舗が入ることはもうすでに決まっておりまして、そのブライダルの店舗の横の壁にあたるんですけども、まあサムティングブルーが何かあるととてもその花嫁や花婿が幸せになれるというようなことわざがあるように、この壁がブルーに塗装されることは決まっておりました。ただこのブルーのその壁だけだけど何ともつまらないということで、ここを魅力的に見せるにはまあどうしたらいいかっていうことをいろいろ考えたわけです。で、考えましたのがまずブルーに関する、5つのセンテンスを作ろうと思いました。例えばブルー is profound というようなことで文字を作りまして、その文字をアクリルミラーで一つずつ作って透明のブルーのシートをそれぞれに貼っています。まあ、なんでここでミラーを使ったかというと、先に皆様にご案内いたしましたこう定禅寺通りのこう素晴らしいこう四季の移ろいをこう建物の中にこう引っ張り込んでいきたいというような私気持ちがありまして、まあ、ここに映っておりますのがなんとなくこうその木々のこう移り変わりだったりこう光のこう移り変わりだったり、まあそういうものがこう移り込んでいるんですね。もう一回これを戻しますとこんな感じで見えてきます。まあこういった文字タイポグラフィーがその建物と周辺環境のまあインタラクティブな関係をこう導き出すこう役割を果たしてくれているんじゃないかなというふうに思います。次はまあこれはシェイクスピアの戯曲の言葉から、まあの一つなんですけれども、実は富裕層が暮らす住宅地にある賃貸集合住宅 の, アートワークおよびサインを依頼されました。でこの辺りは、まあ、インテリ層が住む場所でもありましたので、ただ単にサインを作るときに1、2、3とかっていうふうにしていいのかなというふうにいろいろ考えまして、ちょっと複雑なんですけれども、シェイクスピアの戯曲から引用したセリフを3階建ての集合住宅の壁面や階段に配置することにいたしました。このようにいろいろな言葉がいろいろな場所に散りばめられています。まあ、例えば一番象徴的なのは、ごめんなさい、
まあ、階段の蹴上げと言われる部分にこういった文字がある、まあ、文字があることによってそこは何だろうということでこう登るきっかけ作りにもなるんじゃないかなと思ってこういった階段の蹴上げ部分にもシェイクスピアの文字を入れております。まあ、果たして、まあ、サインとして本当に機能するかっていうのは、まあ、難しいところなんですけれども、結局は長くここに住まわれる方ですので、こういう言葉を日々見ていただくことで日々の生活の中でのこうスパイスのようなこう役割を果たしてくれたらいいんじゃないかなというふうに思って作りました。でこれは私大好きなタイプフェイスでグランジョンというタイプフェイスを使っています。まあ、これは非常にエレガントでこうポエティックな風合いを持つんじゃないかなと思って使いました。でシルクスクリーンで銀色に白い壁に銀色でプリントしてあるんですけども、まあ本当ごめんなさい、使い方が悪くて、このように白で銀色に見える時もあれば、白が光の回り方によってはグレーに見えて文字の部分がより光って見えるような、そんな形で表情を変えて、まあ、空間自体もこう変容させる一つのこうきっかけになるんじゃないかというふうに思います。次は物流企業のロジスティックセンターと、まあ、オフィスで働く人のカフェテリアの、壁面のデザインとなります。まあ、企業のコンセプトであるコミュニケーションという言葉を、まあ、そのまま本当にビジュアル化したものなんですけれども、この港に山積みになったコンテナヤードの風景から、まあ、着想を得てこういったデザインを考えました。そしてこれ一つ一つサイドの高い色彩ではないんですけれども、日本の伝統色発色を、まあ、コンテナのように積み重ねて背景といたしまして、ステンシルというタイプフェイスを用いたコミュニケーションという文字をこう配置して使用したものです。ところがですね、この決して彩度の高い色ではないんですけれども、重なりますと割合こう華やかな色彩になりまして、このような形で見えてくる。まあ、食堂ですから、できるだけこう楽しい賑やかな、まあ、華やかな雰囲気になってくれればいいかなというふうな思いを込めて、こんな形で、まあ、デザインさせていただきました。こちらはですね、神戸市というところにあります、まあ、神戸新聞会館の、まあ、なんですけれども、1995年の阪神淡路大震災の前は、すいません、こういった建物で三宮の前にこう新聞社として建っておりましたが、震災で全壊になりました。で新聞社の機能は他に移ったんですけれども、ここに商業施設とそれからオフィスビルがこのような形で新たに建てられることになりました。で実はこれはですね、そのオフィスのエントランス部分にあたるところです。で1階から12階までが商業で、13階から18階がオフィスで、そこに行くためのエレベーターホールにあたるところです。でこれはこれ神戸新聞の、まあ、左側が1898年2月11日の、まあ、創刊号になるんですけども、これを一生懸命探し出しまして、こういった挿絵の部分、挿絵の一部分を取ったり、あるいはこの、4選号にあたる1909年の5月の16日なんですけども、
こういった、写真、創刊号を手に取っている、女性の写真であるとか、こういった大事なところの一部分を、探し出してきまして、このような形で、コマ送りのように、連続させているんですね。写真であるとか、あるいはその神戸市、あるいは神戸新聞にとってとても重要な年代をデザインして、連続させて見せています。ちょっと意外な、なんでここに富士山があるかちょっとびっくりされるかと思うんですけども、震災前に建てられていた建物の一部分、非常に大きな一部分に、ある企業の広告としてこの富士山が長い間掲載されていたらしいんですね。で、三宮の富士山といって、神戸の市民の方々にとってはとても馴染みがあって、ぜひこれを残してほしいということで、今回もこの写真として付け加えました。他にもいろんな形で写真だとかイラストだとか、その年代等々をコラージュした形で、私としてはその時の断片をつなぎ合わせた、記憶としてここにしっかりと残すことが重要なんではないかなという思いを込めて、これを作らせていただいたという次第です。次に札幌駅 の, アートワークを少しご説明しようと思うんですけれども、札幌というところは、北海道という大きな島が北にありまして、雪国で、寒冷地でございます。で、ちょうどこれ Google アースから撮ったんですけど、ここが駅となりまして、ここがこう線路になります。こちらが北海道大学で、こちら側がどちらかというと、札幌市の中心街にあたるところです。で、これがディレクションという私が作らせていただきました、アートワークなんですけれども、実はここの札幌駅というのは寒冷地でありますことから、プラットフォーム全体が屋根で覆われているんです。ところが同時にディーゼル機関車が通りますので、その煙を排気する排気口というのが必要になってきまして、その排気口の上部にあたるところが、ここにあたるんですね。一つ一つ大変大きい、排気小屋みたいなものになっているんですけれども、実はこれは札幌駅の裏側にあたるもので、見えないところにあったわけなんですけれども、2000年の初めに大規模な再開発が行われることになりまして、ここのここを眺望できるホテルであるとか商業施設ができることになりました。そこでこの排気筒の屋根を利用したアートコンペが実施されることになったんですね。で、私汚い場所だとか、裏に隠れた場所をちょっとしたこうグラフィックデザインを付け加えることで、そこがこうガラッとこう環境を変えるというようなことに大変興味がありまして、ぜひここを応募してみようとトライをしたわけです。その原点になるのが、皆様もきっと同じような経験をされるかと思うんですけれども、出張した時に仕事先とそのホテルとの間をただ単にこう往復するだけで、あそこ確かここには有名な美術館があったよなとか、なんとか通りっていうのを行ってみたいけどどこだったかなというようなことを客室から眺めていたことをこう思い出しまして、上から見た時にその町のこう観光スポットである場所がこう明示されてたら面白いんじゃないかなと思いました。特にこの屋根が整然と並んでいるということもありまして、そういうことを利用して、サイングラフィックを提案して、実現に至ったわけです。
で実際この一つ一つの文字を、まあ、鉄板で切り出しまして、まあ、それを細かくこうパズルのようにこう分けて屋根の上で、まあ、組み立てるというような、まあ、作業をしたわけなんですけれども、まあ、ここは下を本当に電車が運行しておりますので釘1本スパナー1本、まあ、落としたらその運行を阻害してしまうということで、まあ、大変この工事の方に、まあ、ご苦労を、まあ、おかけしたわけです。まあ、その中でここの屋根もあんまり綺麗じゃなくてコルゲート状の屋根になっておりまして、そこにまあ基礎を作ってそこにこう文字を一つずつこうパズルを組み立てるように文字を並べてまいりました。でこのようになっておりまして、ちょうどこの部分が明かり取りになっているんですね。なのでちょっと歯抜けのようになっておりますけれども、まあ、遠くから見るものですから文字自体は全部見えるだろうという目論みのもとでこうやっております。でこのような形で大きく見るとなって、今現在はここは駐車場としても使われているのでこのようなラインが入っています。で一つすごく驚きましたのは、まあ、屋根の上に文字をこう置いておりますので雪が降るとレリーフのように、まあ、浮き上がってこう見えてきたわけですね。で冬が長い地域でありますので雪の降る時期だけに現れる、まあ、こう文字の美しさを発見することができまして、まあ、こういうやり方はすごい、まあ、手前味噌になるかもしれませんけれども効果的であったんじゃないかなというふうに感じております。ぜひこれは北海道にいらっしゃる方はJR タワーの展望台から見ることができますので、もしよろしかったらぜひご覧いただきまして、厳しいご意見、こうすればよかった、あすればよかったというご意見を伺うことができれば幸いだと思います。最後にまとめといたしまして、まあ、建築や空間環境においてこのタイプスケープスっていう可能性はまだまだ広がっていると思いますし、先ほどお見せした雪っていう思わぬその自然現象を使ってその文字がもっとこう都市の中で魅力的に見えるというようなことは可能性はまだまだたくさんあるんじゃないかと思います。それからやっぱり大切なことはそのタイプフェイスっていうのは、まあ、人と人をつなぐコミュニケーションデザインであるわけなんですけれども、このタイプスケープ文字が大きくなったとしてもそれが人と場をつなぐ、まあ、コミュニケーションデザインとして同じように機能し成立するっていうことが面白いんじゃないかなと思いまして、私もこれからますますこのことを考えてまいりたいと思います。以上拙い発表で恐縮ではございましたけれども、これで私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。